NATO やヨーロッパは中国を信頼しない、心底バレバレだから。北大西洋条約機構、NATO のストルテンベルグ事務総長は24日、中国がウクライナ戦争の停戦を提案したことについて、中国は、ロシアによる、違法なウクライナ侵攻を非難することができないため、あまり信頼できないと記者団に述べた。 侵攻の数日前に中路首脳が合意文書を交わしていたと指摘し中国は仲裁役として信頼できないとし距離を置く姿勢を示したウクライナ危機を解決する唯一可能な道だとして和平交渉の再開を呼びかけましたまた一方的な制裁は停止すべきだと述べる一方核兵器による威嚇をやめることや 原子力発電所の安全確保も求めています中国としては中立の立場をアピールしロシア寄りとの批判をかわす狙いがあります EU のフォンデアライエン欧州委員長は中国について和平案を共有していないがいくつかの原則は共有しているとの見解を示したウクライナ侵攻の直前に中国はロシアと無制限の友好を含む協定に署名し すでにロシア側についていることを踏まえる必要があると述べた。要は信用されていない。従来から中国は、双方が歩みより早期話し合いで和平を望むとこしが引けた事実上不可能なことを言ってきている。中国はロシアに核のどう喝しようには反対を伝えたが、すでにロシアへの半導体支援は行われている。 自爆ドローン100機もの提供の動きもあるという we seen, uh, any, uh, supplies of ストルテンベルグ氏は NATO がこうした兆候を確認しているとした上でだからこそアメリカや他の同盟国が明確に警告している。 中国はロシアによる違法な戦争を支援してはならないと呼びかけましたこの問題を見国連で140カ国が賛成したロシアの即時撤退決議に棄権し、ロシアに中国外交トップの大規模が訪問しながら、国連決議に沿って撤退要求やウクライナ侵略への批判をすることもない、西側各国が中身の伴わない停戦提案を持ち出されても信頼できないのは当たり前。 中国は和平案を出すタイミングを待っていたのだろう。習近平首領の野望である台湾統一に向けて平和的に動く国だと台湾世論に見せつけ、次の台湾での選挙対策を見据えてのことだろう。危険を老する先方だととっくにバレている。お聞きいただき感謝申し上げます。